久保さん一生稼げる方法って何でしょうかね一生稼げる方法。一生稼げる方法って、ブレないことじゃないですか、一生。あの、考え方とか、なんだろうな。時代に対応していくために柔軟にこう変化していくっていうのは大事なんですけど、まあ、ブレちゃいけないところってあると思うんですよ。でブレ、まあ、例えば、 スポーツで言うならば、まあ、そこをブレちゃいけないよねっていうのがあるとするならば、まあ、準備運動ですよね。イチロー選手は、メジャーリーグで何十年も活躍されましたけど、ブレてないところが、なんだあの、試合の何時間前に球場入って1時間ぐらい準備運動するっていう。で、体を作っていくっていう。多分これって多分、ブレちゃいけないところだと思いますね。なぜならば、怪我は、 ね準備運動せず、いきなりやったらね。まあプロ,やきプロの人で、準備運動せず、準備運動も何もウォームアップもせず、試合に出る人って多分いない、さすがにいないと思うんですけど、さすがにいないですよねプロで。まあ何も準備しなく、何もウォームアップせず、いきなり投げる,いきなり投げるとか、いきなり振るとか多分ないとは思うんですけど、なんかその、 それ必要だと思うんですよね。でもそれをやらないんだったら、そこブレてねめんど、準備運動めんどくせえみたいな感じで、やらないんだったら怪我、なんか、多分ダメなんですよ。なビジネスも一緒で、ここはブレちゃダメだよねっていうのがあって、それは何かっていうと、なんだろうな。まあ当たり前なんですけど、目の前のお客さんに対して、まあ親身に対応するとか、メッセージ来たら返すとかね。 例えばメール来て、あ、めんどくせえな、無視。ではなく、ちゃんと対応するとかね <laughs>。まあまあ、なんか当たり前のことなんですけど、うん、なんか、それをやったら大丈夫かなと僕は思いますね。当たり前のことをブレずにしっかりやる。うんん、だそこさえブレなければ、あの、もう満タ体ですね。いってらっしゃい。